ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。マジックにはいろいろな遊び方、フォーマットがあり、基本的には特定のフォーマットを基準としてで気が作られたり、強さが語られたりすると思います。しかし大会などには参加せず、身内でゆるく遊んでいる人の中には、フォーマット関係なく好きなカードで遊んでいる人も多いでしょう。例えばエキスパンション関係なく好きなカードを詰め込んだシルターウィニーを組んだり、大会レベルではないものの好きなコンボデッキを組んでみたり。僕がマジックを最初に始めた時は、フォーマット関係なく赤白サムライデッキっていうのを作っていて、サークルの先輩の極楽鳥に援魂をつけるようなデッキや吸血鬼の構築済みデッキと戦ったりしていました。特にね、大会で勝とうとかね、そういったね目標とかもなく、ゆるく遊んでいたので、安いカードで気軽に楽しんでいた思い出があります。大会でも通用するような強力カードとなるとかなり高額となってしまって、カジュアル勢にはね、なかなかね手が出しにくいかなと思います。そこで今回は安くて、しかもカジュアルで遊ぶにはそこそこ強力なカードっていうのがね、たくさんあるんで、それらをね紹介していきたいと思います。題して、コスパ最強カード列伝。ハレリア価格で100円以下のカードを中心に、デッキの切り札となるようなカードを紹介していきたいと思います。初回は白のカードから紹介していきましょう。まず1枚目は星条の名誉です。星条の名誉は基本セット2010で登場した2マナのエンチャントで、白いクリーチャーにプラス1プラス1の修正を与えます。こちらはハレリア価格80円となっています。白は伝統的に小粒で軽いクリーチャーを並べながら全体強化を行う戦略が得意で、先兵の精鋭や探検隊の特使など、これまで1マナでパワー2のクリーチャーがたくさん登場してきました。それらを序盤に大量に並べれば、星条の名誉で一気にパワーアップして爆発的な攻撃力を生み出すことができます。また旧法のような1枚で2枚以上のクリーチャーを並べるトークン生成カードとは相性抜群。過去には3マナで11飛行トークンを3体生み出せる幽体の行列と組み合わせ、スタンダードを制する力を持っていました。もしクリーチャータイプも1つに統一できたら、兵員の結集もおすすめです。続いては服用の接近。普段と一風変わった勝ち方をしたいなら、この服用の接近がぴったりです。アモンケットで登場した7マナのソーサリーで、7点ライフを回復し、唱えた時にライブラリーの7番目に置かれます。そしてこのカードを2回唱えると特殊勝利できてしまいます。現在でも青白コントロールやロータスコンボなど構築レベルで使われるカードでありますが、こちらは50円で買うことができます。そうしたガチデッキで使ってもいいんですが、個人的におすすめのコンボが太陽鳥の祈祷との組み合わせです。太陽鳥の祈祷は6マナのエンチャントで、呪文を唱えた時にその呪文のマナコストと同じ枚数だけライブラリーを上から公開して、その呪文のマナコスト以下のカードをタダで唱えることができるという効果を持っています。例えば太陽鳥の祈祷がある時に服用の接近を唱えると、ライブラリーの上から7枚を見て、その中から7枚以下の呪文をタダで唱えることができるようになります。もしその中に2枚目の服用の接近があれば、太陽鳥の祈祷の効果と手札から唱えたことにより即座に勝利できるというものです。かつてのスタンダードでも安く遊べるとして話題になったコンボであり、カジュアルで使っても強すぎず弱すぎずのちょうどいいバランスなので、ちょっとひねくれた戦い方をしてみたい人におすすめですね。続いてはギデオン・ジュラ。エルドラージ覚醒で登場した5マナのプレインズウォーカーで、初期中精度は6。数々のギデオンプレインズウォーカーの中でも最初に登場したカードです。プラス2で相手のクリーチャーを強制的にギデオンに殴らせる効果を与え、マイナス2能力で相手のタップ状態のクリーチャーを破壊します。さらに0能力で66のクリーチャーになり、しかもダメージを全て軽減するという無敵の戦士として攻撃することができます。当時のプレインズウォーカーというと、基本的にマイナスとプラスの効果を持ち、さらに大マイナスでゲームを決定づけるような強烈な効果を持っているというものが一般的でしたが、そういった効果はなく、クリーチャー化するという能力もギデオンジュラが初めて持つ効果でした。スタンダードでも青白系デッキで人気のカードでしたが、現在は再録やスタンダード落ちにより1枚50円、コントロールデッキのフィニッシャー枠として使ってもいいですし、ギデオンで固めたファンデッキも面白そうですね。ギデオンプレインズウォーカーはそれぞれクリーチャー化して攻撃していける能力があるので、歴代のギデオンを集めて一斉攻撃というのも面白そうです。プレインズウォーカーだけだと結構ね、デッキのバランスが悪くなってしまうんですが、ギデオンの法の番人などギデオンの名前がついたクリーチャーもたくさんいるので、結構骨太なデッキになります。友達とジェイスタンデッキ VS ギデオンタンデッキみたいな感じで組んでみても面白いかもしれませんね。続いては太陽の恵みの失勢感。テイロス観光機で登場したカードで、4マナ34飛行反魂というスペックに加え、エンチャントが場に出ると22飛行反魂のチビ失勢感を増やしていきます。全スタンダードでも活躍したカードですが、現在は50円。払拭の光を出すだけで除去権戦力追加ができるので、フィニッシャーとしては十分な性能です。白には優秀なエンチャントがたくさんあるので、生き残ればトークンを継続的に生み出すのは難しくありません。メルティス誕生なら安定して序盤の土地を確保しながら、相手の攻撃を受け止める壁を生み出し、無形の美徳ならトークンを生み出しながら先制を強化できます。星座の効果を持つ強力なカードは他にもセテッサの勇者などがあるので、エンチャントを主軸にしたデッキで気持ちよくなっちゃいましょう。続いては霊体の選択。
霊体の先達は5722飛行でプロテクション黒、そして出た時に墓地のクリーチャーを1体リアニメートできます。自身はエコーを持っており、追加でコストを次のターンに支払わないと死んでしまいますが、リアニメートの能力が強力なためそこまで困らないでしょう。リアニメートは黒の1000倍特許のようなイメージがありますが、実は白にも多彩なリアニメートカードがあります。ゾンビ化が白になった生命の息吹や除去も兼ねているエルズベス死に打ち勝つなどなど、切り札がやられてしまっても安心して戦うことができます。ただし白には墓地にクリーチャーを送る手段が限られているので、青か赤の手札入れ替え能力をうまく使いたいところ、もしくは白黒の組み合わせで思いっきりリアニメートに寄せた構築にするのもいいですね。クッソの儀式は2度使えるのでお得です。またリアニメートして強力なクリーチャーも安く手に入れられます。相手の攻撃を封じる魅力的な失勢感は100円、相手のカードに合わせて釣ってくるカードを選べるのがいいですね。というわけでデッキのテーマになるコスパ最強カードをご紹介していきました。安くてもそこそこね強力なデッキは組めるんですが、あんまり強くしすぎると友達とデッキとのねパワーバランスが崩れてしまって楽しい対戦にならないかもしれません。お互いのデッキの強さがね同じぐらいになるのが理想です。というわけで視聴者の方にもね、このカードをコスパ安くて強いからおすすめだよっていうカードがありましたら、ぜひコメントで教えてください。というわけで今回は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。